こんにちは、ロサンゼルスのマサミライトです。 How are you everybody?、久しぶりかなと思います。このところ過去にレコーディングしたものをピックして皆さんにご案内をしたり、前回は皆さんにライブでお届けしたかったんですけど、山の中だとなかなか電波が届かなくてですね、しばらくお休みをしながら皆さんにどれがいいかなということで、私もルーレットピックをさせていただきました。その間ですね、結構皆さんの中で私はランダムピックで、またルーレットピックっていう風に調子って、おはようございます、日本の皆さんおはようございますで呼んでいますけれども、結構それがですね、定着っていうか結構広がってきてて、で毎朝とか毎晩とか自分にいいなと思う頭の中に浮かぶ、そんな日のものをですね、ルーレットピックで皆さんお聞きいただいているようなので、毎日のリセットに活用いただけるのであれば幸いだなと思ってます。では今日のトピックなんですが、こんにちは、そうか、東海岸はこんにちはの時間帯ですね。日本の皆さんはおはようございます。 Japanese all my friend, you guys are up so early. 皆さん、日本日曜日じゃないですか、早起きですね。Well, let's get this started. 今日はですね、皆さんにお届けしたいのが、どれにしようかなって、おはようございます。考えていたらですね、なっちゃんもおはようございます。そうするとですね、ポンって出てきたっていうか、たまたまあれって日めくりのカレンダーが、めくられてなかったんだけども、たぶんね、いつかいつさんっていう方ね、言葉、魔法の言葉か何かね、ちょっと誰か探したいと思うんですが、彼の、私ブログでもね載せてました以前に。で、彼のこの姫くんのカレンダーがあって、たまたまこの日に泊まってたのがあって、道はね、ある日ドーンと開けるっていう言葉がありました。なので皆さんにそれをですね、お伝えしたいなというふうに思います。そう、よくいろんなところでいろんな方々との話の中でよく出てきます。道はある日ドーンと開かれるっていうところとか、あとある日突然っていうふうにですね、そういう時のために備えておくっていうのが大切だよねって話をしたんですね。ある日運気が上がる、ある日いきなりすごく人生が変わったっていう人たちっていうのは、皆さん結構準備しているんですよ。結構準備してて、マインドにしても何にしても準備をしてて、だからこそ転換期というその瞬間とか、そういう時が現れるんですね。で、私よく転換期の人に会うっていうようなジンクスっていうようなことを皆さんが作っていって、でも実際に本当なんですね。そうなってみると、見ているとですね、よく会われる方が言うんです。やっぱり以前の自分だったら多分会えなかったと思うんですって。でもこの数年間の間にものすごく準備してきたんですよ、というか自分が変わったんですって、で変わろうっていう思いに変わったんですって、だからこそやっぱりライトさんに会えたんだなっていうふうに思いますっていう方が結構いらっしゃるんですね。すごくありがたいことです。でそれと同時に、今時限の変化に伴って、よく皆さんにブログでもいろいろとですね、厳しいことも甘いことも書いてますが、それをですね、厳しいと思うか、それともある方はですね、やっぱり今大切なことを言ってるよねっていうお話をする人もよくいます。そんな中で全部踏まえていって、いろんなスピリチュアルの方ですとか、時代の先端を行ってる方ですとか、世界をリードしている方とか、いろんな人のお話を聞いてると、やっぱり準備って大切なんだなと思うんですね。そうすると皆さんは、何の準備したらいいんですかと思うんですね。でもそういった大切なこと、日々のことというものをブログやこのメッセージでお伝えしています。前にもちらっと言ったと思うんですが、金メダルを取る人は1週間前から練習するわけではないわけです。もう長い年月かけて練習してきたからこそ金メダルを取れるんです。で、やっぱり自己ベストをね、どん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 更新していくにも、毎日毎日自分の努力であったり、毎日日々のルーティーンっていうのがやっぱりあるわけですよね。ですからやはり私たちは何にもしなくて、明日とか、なんで自分の運気が上がらないのかな、なんで変わらないのかなと思っている、そこに目を向けるよりも、毎日毎日着実と自分がね、やっていることに自信を持って、しっかりと毎日自分これだけのことをできてるんだから、これだけのことやってるんだから、絶対自分に運気ってもっともっと上がるよね。自分の希望のものが手に入るよね。で、自分の希望の現実が見えるよねっていうように、やっぱりそういった思いとかがどん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 引き寄せてくれると思うんですね。だからこそある日いきなり道は開かれるっていうように、それは備えてきたものだと思うんです。
だからこそその日のために大切な、ね、自分のために、そしてですね、大切な日のために私たちって準備するじゃないですか。で、何よりもですね、例えば結婚式であってればね、結婚式に向けてのプランニングとその日までのプロセスっていうのが一番楽しいかもしれません。これってね、運動会とか遠足と一緒だと思うんですよね。その日までのプロセスとかワクワクが、だからこそその期間を楽しめる人っていうのは最高にその日をエンジョイできる。それは毎瞬間っていう every moment という瞬間をとても大切にしている表れだと思うんですね。だからこそ皆さん、日々の流れをちゃんと大切にしながら、ある日いきなり皆さんの道がドーンと開かれるように日々を楽しんでいってくださいね。 I'm sure you can do it。 皆さん絶対そんな風になると思いますし、私自身も皆さんの未来を信じてますので、 Well, what's your promise here? And promise me love your life。 皆さん、自分の人生を好きになることをこのライブのたびにお約束していただいてますよね。 Let's do it. You guys gonna enjoy and grab your life. Thank you. I love you guys.